皆さんこんにちは、海老原です。今日はですね、ロバとバカな親子っていう、ちょっとあんまり聞いたことないかなっていうものを読んでみたいと思います。皆さんこんな話知ってたなと思ったら、ちょっと笑っていただいて、初めて聞いたなと思ったら、なるほどねなんて思っていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。ロバとバカな親子。ある村に貧しい粉引きの親子がいました。ある年、村に日照りが続き、畑の麦がみんな枯れてしまいました。もう誰も粉引きに来ません。貧しい親子はますます困ってしまいました。お父ちゃん、もうパンもないよ。困ったな、何かいい考えはないかな。そうだ、ロバを売ろう。粉引きロバがいても仕方ないし。親子は町までロバを売りに行くことにしました。夏の太陽がじりじりと照らす道を、親子は汗をふきふき町に向かってロバを引いていきます。途中で川で洗濯をしていた女の人たちが、まあ見てごらん、暑いのにロバを引いて歩くなんてバカな親子だね。それを聞いた父親は怒って、なぜロバを引くのがバカなんだと聞き返しました。一人の女の人が、利口な父親ならロバに自分の子供ぐらい乗せてやるでしょうよ。父親はなるほどと思い、早速息子をロバに乗せました。しばらく歩いていると、向こうからおばあさんが杖をついてとぼとぼ歩いてきました。すると突然、そのおばあさんは杖を振り上げ、ゴツンとロバに乗っている息子を殴りつけました。この親不孝者、この暑い日に年老いた父親にロバを引かせ、若い息子が乗ると何事じゃ。息子はびっくりしましたが、おばあさんの言うことももっともだと思い、ロバを降りて父親を乗せると、ロバを引いて歩き出しました。親子が町へ向かっていると、今度は旅人とすれ違いました。旅人も親子を見るとバカにして笑います。バカな親子だ、こんなに暑いのだから二人で乗ればいいのに。親子はなるほどと思い、揃ってロバに乗りました。これはいい。けれども、二人を乗せたロバの方はとても苦しそうに歩いていきます。しばらく行くと、お百姓さんが畑を耕していました。お百姓さんは二人を見るなり、バカな親子だ、そんな痩せたロバに二人も乗ったらさぞロバが苦しいだろう。父親は怒って言い返します。このロバはどうせ町で売るんだ。それならなおさらだ、弱ったロバなんか買ってくれる人はいないよ。親子はなるほどと思い、ロバを降りると、わしらがバカだった、今までかわいそうなことをした、お前を担いで行ってあげるからな。親子はロバの足を縛り、そこに棒を通すと担いで歩きました。ロバは苦しくてとうとう暴れ出しました。そして親子がびっくりして手を離した途端、ザブーンと川に落ちて死んでしまいました。おしまい。ロバとバカな親子を聞いていただいたんですが、今私ちょっと噛んでしまいまして、これはちょっと恥ずかしいなと思って撮り直そうかなと思ったんですが、ちょっと今ここにトッコさんとひとみさんがいるんですけど、聞いてみたらなんかそれもそれで面白いんじゃないっていうのがあったので、これをこのまま上げさせていただきます。今日はどうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。